こんにちは、メッセージありがとうございます。今回もですね、マスクが届きましたということでメールをいただきました。これは女性の方ですね、とっても若い方なんだろうなと思いますけども、プレゼント企画またね参加していただければと思います。でちょっとだけねメールの方を読まさせていただきますね。久保さんは頭の回転が早いと思います。結婚が遅くても可愛い大和くんがいて、大和くんも久保さんがお父さんで幸せだと思います。いやそうですかね、ありがとうございます。それから今日の YouTube で WHO 詐欺の話はとてもいい情報でした。見込みだとしても気をつけようと思うことができてよかったです。難しい話題もありますが、的確に迅速に話されるところがすごいですということでメッセージいただきました。本当にねこれね、私はねマスクをねプレゼントしただけなんですけども、ここまでね立てていただいて頼りにしていただいて、非常に恐縮でございます。本当これからもね皆さんの役に立つように、そして今回お手紙をいただいた、なんと言えばいいですかね、ちょっと伏せ字でやらせていただきますけれども、A さんとお呼びさせていただきます。 A さんね、あなたの胸に届くようにこれからもメッセージをしっかりと伝えさせていただきます。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。